いつも仕事帰りにね、あの原付に乗ったギャルとすれ違うんですけど、そのギャルの顔、あのガンバルーヤの顔にめちゃめちゃそっくりなんですよ。いつもありがとうございます。オーソボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、あのオカリナちゃんじゃない方、もう一回のしゃくれてる方、名前わかんないんだけど、めっちゃ顔そっくりでもギャルなんですよ。いやー、まだおるんやね、ギャルの子は原付乗って走り回ってるんは。まあそんな話置いといて、まあ今日はね、あの極限セットバトルのビルス、まあ、やってきたんで、まあ、レベル30フェス限なし編成で攻略していこうかなと思います。ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まあ行きましょうか、レベル30ね。まあフェス限なし、まあこの編成どうですかって話ですよ。まああのフレンドさんはこの願いの力ちょっとお借りして、でリーダーなんですけど、これあの即力気力プラス3のアタックディフェンス90%の孫悟空、まあベジータおった方がいいんだけど、まあいないんだけど、まあ。で、あと中身、通常歌手さんのゴッド孫悟空で、イベントドロップさんの孫悟空海洋剣、で、通常歌手さん、孫悟天幼年期で孫悟空、スーパーサイジン孫悟空で、イベントドロップさんのお母ちゃん。じゃあ行こう。フェス限なしです。フェス限なしです。勝てんのかね？そもそも勝てんのかね？そもそも勝てるんか、おい！まあまあ頑張っていこう。まあフレンドさんのさ、この願いの時間8周年のこの方が、まあ、頑張ってくれるでしょう。早速、いけるわ、よかった、いけるわ、頑張っていただいて、この8周年ね、フレンドさんの。まああれだよ、こんなチーム編成で行かなくてもいいんだよ、実際問題ね。じゃあなんで行ってんねんお前って話でしょ。いやだってみんなが何持ってるか分かんないんだもんだからみんなが持ってそうな編成であえて行ってるだけであって、まあみんながね、8周年の願いの力のこの GT コンビ、まあ持ってる方はそれをリーダーにして、あと中身、あの私が編成している中身でいい、絶対勝てるし、で、ゴリゴリ編成でも勝てるし、まあこんなチーム編成でいかなくてもいいんだよ。実際問題な。まあでも、まあ普通の LR の極限 Z バトルでないですから、このチーム編成も勝てると思うけどね。ごめんね、やってないんだ、まだレベル30クリアしてないもん待て多分ね、この孫悟空、この一日孫悟空って言うんだけど、多分短冊で交換できたはず、おそらく、確か、いや分かんねえけど、あ、並びやっべ並びパネーな、並び、まあこの5点が木玉通りよくしてくれるんだわ、並びパネーな、もうこういかなしゃあないよね。しゃあないでよね。5点必殺ってなんぼやからな。わあ、4万痛い。いけた、耐えたな。お母ちゃんどうなるかやな。リブリアンが。うわあ、ダメージ取んねえな、おめえの。お母ちゃん、55万ってお前。お母ちゃん、もうちょっと頑張ってくれ、お母ちゃん。お母ちゃん、6万食らってる、お母ちゃん、痛い。で、海洋建国、ピッコロ取った方がええんやけどな。ピッコロおらんわ。そう、こうなってきたらね、もうダメなんですわ。おお、耐えた。今、完全に終わったと思った。完全に終わったと思ったぞ。よし。じゃあ、ほやな。もう、あとは、もう適当に、あれや。リバイブ発動さしてズドンでええんちゃんな。まあベジータは骨食らわんとして、あ、めっちゃごめん、めっちゃ食らってるわよ。あ、いいやん、この攻略やね、今日の攻略は。今の完全に終わったと思ったけどねまあまあいいでしょう。はい。でリバイブ発動ですね。で最後悟空 GT で復活カウント発動で、どんだけ、ああ倒したやん。まあ今日は、フェスゲンビルスの極限 Z バトルレベル30、フェスゲンなし、通常ガシャさんキャラ、並びイベントドロップキャラ編成で、レベル30、まあ挑んでみたという動画でございましたが、先ほども言うたけど、まあこの編成で無理にいかなくて大丈夫ですよ。まあこの願いの力の8周年 GT コンビ持ってる方がこれをリーダーにしてね、願いの力の、または力属性でチーム編成したら誰でも勝てますんで、もし持ってない方がいればこの編成でも勝てますんで、ぜひぜひやってみてちょうだいと
というところで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。